いいね、なんかいろんなお惣菜がいっぱいあるよ、はい、あの鮭もうまそうだな、これ言おうかな、鮭生まれも育ちも京都のおっさんが京都をメインにたまに全国各地でうまいものを紹介する元祖京都食レポチャンネル、チャンネル登録お頼申します。京都へおいでやす。どうも、水田京都アッキーです。はい、今京都駅前ブラブラしてるんやけど、ただいま時間は3時、真っ昼間からね、どっか飲めるところをね探してるんやけどね、京都駅老舗立ち飲み酒場、今から行ってみたいと思います。いや、楽しみですね。個人的にも行くの久しぶりなんで、そしたら早速乗り込んでくるぜ。ゴーゴーゴー、通りに通るゴールぞ、行ってきます。いや、久しぶりやな。久しぶりに来たで、ひょうたん空いてたね。よっしゃ、今から行ってみよう。知ってます。いいね、なんかいろんなお惣菜がいっぱいあるよ、はい、あの鮭もうまそうだな、これ言おうかな、鮭。よっしゃ、京都駅前のね老舗酒場ひょうたん乗り込んできたぞ。いや、超久しぶりやな、ほんま久しぶりや。いつも前通って行こうかなと思ったら閉まってるから、はい、今日は土曜日の3時、空いてました。久しぶりの潜入です。ただまずはじめ、生ビール300円、安い、安いぞ。京都駅前、最高。こちら来たぞ。そしたらね、はじめに穴子の天ぷら300円、あら、うまそうだね、これ。安いですよ、何もかも。カラッと揚がってね、いただきます。はい、もうこここそね、京都駅前の老舗酒場ですよ。俺がガキの頃からある、もう真っ車から酔っ払いが結構通ってるお店です。もう今3代目の店主さんらしいです。はい、あらっす。うわ、うん、まあ、カリカリや。この穴子の天ぷらはね、外カリカリで中もちもちで、これまたうまい。うん、これ2杯目、お得月桂冠、はい、280円。やっぱりね、こういうところおっさん酒場来たら日本酒やろ。うまい。俺の口はね、安物の酒が合うんですよ。月桂冠とか白鶴丸、一番合います。ほんでこれ言うたよ、 目の前にね、いろんな料理が置いてあるんだけど、どうしてもうまそうなんでね、頼みましたよ。今焼きたてということです。ほら、鮭です、塩鮭。このデカさで300円、これはいいね。
いいですよ、この肉厚。おい、おお、いいですね、これ。おお、間違いなく白ご飯が欲しくなるけど、日本酒にも合いそうです。いただきます。これぞ日本に生まれてよかった。よし。うんま、焼きたてホクホク、この鮭はうまいわ。もうご飯にも日本酒にも合うよこれ。油乗ってね、これ300円は安い。うん、この油、これごっついね、これとろとろ。うん、最高。続きましてね、豆腐に、これいい香りしてるよ。これ何で炊いたんやろ。なんかね、魚のアラを炊いたような甘いタレの香りもするんやけど、これいいよ。生姜ですね、これ。これは日本酒に合うよ。おい、うまそう。よー、染みてるわ。いただきます。うん、うん、まっ。これね、甘辛いタレですよ。なんかちょっとね、魚介の香りもするから、多分魚を炊いたタレに近い味がするんやけど、これはね、もうほんま誰でも大好きな味。うまい。日本酒に合うね。続いてね、レンコンのはさみ揚げ、うまそうだろう。いいですね。いただきます。うん、中にね、ハンバーグみたいな感じのミンチが挟んでます。美味しいね、これ。いやー、いいね、うまいわ。これがクソガキの頃からある老舗酒場、皆さんぜひ一回来てください。最後です。そしたら飲んでいきます。おらっしゃ。ヘイ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 。ということで、本日はね、京都駅前のもう超老舗酒場ひょうたんさんで、飲んできましたよ。やっぱりいいね、これぞね、ザ老舗酒場ですよ。はい、いやー、コカ・コーラ通ってるけどね、おい、ほんま最高なんで、皆さんぜひ来てください。もう俺のガキの頃からある、昼から飲める美味しい立ち飲みなんで、よろしくお願いいたします。ということで、ごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、お会いしまーす。お会いしまーす。あるしょ。いやー、ほっこり落ち着いたよ。昭和のね、BGM を聴きながら飲む酒、最後です。ありがとうございました。